ウォーンクリフ伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。ウォーンクリフ男爵を前身として、第三代ウォーンクリフ男爵が1876年に、ジョイされたことに始まる。ビュート公爵家の分流にあたる。伯爵家の邸宅オートリーホールその祖、ジェームズ・スチュアートはピール派に属するトーリー党の、政治家でピール内閣下の王子少将や、 ス密ミツイン議長職を歴任した人物である。スチュアートは首相を務めた第三代ビュート伯爵を祖父に持つため、彼を祖とする伯爵家はビュート公爵家の分流にあたる。彼は1826年7月12日に連合王国貴族爵位のヨーク州ウォートリーのウォームクリフ男爵に助せられて貴族となった。さらに、 その孫にあたるエドワードが1876年1月15日にウォーンクリフ伯爵及びヨーク州ウェストライディングにおけるカールトンのカールトン死爵を授けられて伯爵化を起こした。この二つの爵位は連合王国爵位であり、いずれに対しても弟フランシスとその子孫にも相続を認める特別継承権が付与されていた。そのため初代伯が 男子のないまま没すると、爵位は、老いのフランシスが執職した。これ以降はその男系子孫によって爵位は継承され、続けている。二大伯の直孫にあたる四大伯アランが男子なく、死去すると、爵位は、アメリカ合衆国メイン州在住の東園リチャードが、継承した。ただし、伯爵家庭宅、ウォートリーホールに関しては四大伯の娘へ相続が、なされたため、 五大伯リチャードは一族の辞書を受け継ぐことはできなかった。その五大伯が伯爵加減党首である。一族からは特筆すべき人物が排出されている。初代男爵の弟ジョン及び次男チャールズはいずれもボシニー選挙区選出の庶民委員議員を務めている。そのチャールズの娘ヴィクトリア・ウェルビー女子は哲学者、作曲家及び水彩画家として活動した。 また、二大岩石の三男ジェームズはニュージーランドに移住した後どっちで地主となった。彼は1853年にニュージーランド議会議員に選出されている。白爵家のモットーはビュート公爵家と同じく祖先の栄光と共に反映す。現頭主である第五代ウォーンクリフ白爵、リチャード・アラン・モンタギュース・テュアート・オートリー・マッケンジーは以下の釈位を有する。 初代ワオンクリフ男爵爵位の法廷推定相続人は、現当主の息子であるカールトン子爵、リード・モンタギュー・ステュアート・ウォートリー・マッケンジー。二大白には三人の弟がおり、その中のラルフ・ステュアート・ウォートリー・マッケンジーの彦が五大伯に当たる。ありがとうございます。